中日、加藤球団代表、実績のある中堅クラスのホスト左腕投手は補強ポイント。実績のある中堅クラスのホスト左腕投手は当球団の補強ポイントでした。新戦力としてとても期待しています。新戦力への期待をコメントした。打つ方は立浪はガス抜き成功、中日ファンは喜んでる、ミンミンやね。最小得点のくせに投手を欲しがる異常な集団、なんで今の成績見れないの、バカなの。何はともあれ軍事個人にとっては良いトレードやったのかな。打つ方は何とかします。ファンオフに取ったサワンがいたような、守らせるつもりでいるのかなり危険やぞ稲葉 GM。 宇佐美は確実に出場機会にありつけるから今回の最大の受刑者やな。補強ポイントに選手補充して弱体化していくシステムやな。宇佐美がそもそももう野球できるのか怪しい体格になってるけど大丈夫なのか。無計画編成のせいで足元見られまくりやん。また砂田みたいなやつ取ってきたんかい。や砂田より実績すらない分論外やけど、中日は NG って高校生出てきそう。でも一部の中日ファンは喜んでるから成功だよね。強打と阿部出せば取れるか。優勝どころか A クラスすら不可能な今こそ若手育成のチャンスなのに、若手を出して中堅を獲得する謎ムーブ。ご視聴ありがとうございました。